はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画556回目は2018年発売バイスクルマスターマインドジャパンです。マスターマインドジャパンはアパレルブランドで、アパレルブランドとしては珍しくノベルティの非売品ではなく店頭で発売されていたみたいです。ただ2018年発売ということで公式ページでももうページがなくなっているなど、レアレックになっていて入手が困難になっているので、今回は開封済みを入手しました。中身が見れればいいかなと思ったので、久しぶりに開封済み動画になります。それでは中身を見ていきましょう。箱を見ていきます。バイスクルマスターマインドジャパン、これがロゴマークですね。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がザ・ユナイテッドステイツプレインカードカンパニー、上面はマスターマインドジャパンのロゴマークが2つあるので、これと同じだとすると真ん中にマスターマインドジャパンの文字があると思います。クローザーシールは結構綺麗に切ってくれてて、これ助かりますよね。マスターマインドジャパンのロゴマークと文字が入っている専用クローザーシールですね。バック面の方はいつものカスタム系デックと同じくメイデンバック仕様になっていて、まあカスタムはもうここだけですね。で、下面がマニュアクチャードバイザ・ユナイテッドステイツプレインカードカンパニーアーランガ KY の表示のみです。リサイクルマークはないみたいですね。ではもう開いているので、まあせっかくなんでちょっと綺麗に開けたいと思います。で、引っかかりがあるとね折れてしまうので、内面は真っ白で、並びの方はね結構バラバラになってたんで並べ直しておきました。1枚目がジョーカー、2枚目もジョーカーで、ここがね広告部分で表面いきます。こちらにもジョーカーがあるので、ジョーカー4枚組ということでね、デュプリケート2枚ついている感じです。で、スペードの S は小さい表記で、どうやらマークごとに色が全部分けられてるみたいで、バイスクル伊藤屋と同じ感じですね。最初の小さい表記でマスターマインドジャパンのロゴマークが端に入ってる感じになっています。全部入ってるみたいですね、どうやら。で、絵札のカードは一回り二回りぐらい小さい表示になっていて、このロゴ分がね小さく表示になっているみたいですね。絵札のカードにもこのロゴマークが全部入っているみたいですね。表示自体は、まあ、カラーリングが違うだけで、見た目はいつもの絵札ですね。で、ダイヤは黄色のようですね。で、ダイヤの絵札、クラブの絵札、クラブのエースで、ハートはそのまま赤色なのでいつも通りですね。まあ、こんな感じで小さい表記だとね、こう何かのゲームで使うトランプみたいな感じに見えます。で、ハートのエース、2021年のスタンダード54枚と、2021年のスタンダードよりも1枚分の厚みがあります。スピンの方はまあ普通ぐらいですね。もしかして開けて何回かこう使ってたのか、それのせいで品質が悪くなっている可能性はあるんですが、まあそんなに悪くはないです。弾力の方はそんなにソリンとか癖とかがなくて、まあ普通ぐらいの硬さですね。で、最近でもよく見るあんまり浮かないタイプ、まあパッと取れるのでそれはそれなりぐらいにはあります。ではカラーを入れてみます。入っていかないですね。では表側からいきます。はい、スイート入っていくので5段カット仕様です。
でバック面は広げてもね、まあ普通のスタンダードと同じぐらいのボーダーの厚みなので、まあ普通のバイスクルの黒いデッキと同じですね。バイスクルブラックと同じ感じです。はい、バイスクルマスターマインドジャパンの中身を見ました。標準的なバイスクルとほぼ変わらず、組み合わせもジョーカーが4枚組とかマジックで使えるよとかも考えていなくて、デザインが少しマスターマインドジャパンのこれを、目立たせるためだけのものなので、簡単なコレクションアイテムですね。最近流行りのマジックとかができるタイプのものを意識したものとかとは違いみたいです。それではジャンル分けします。2021年のスタンダードよりも1枚分厚みがあるので厚い、モダンカット仕様の高品質、マスターマインドジャパンと ESPCC のコラボデックですね。マスターマインドジャパンのコンセプトデザインで非常に入手困難になっているので、かなりのレアレッグだと思います。バイスクルーマスターマインドジャパンでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは